防災ラボです。今日は県立高校の入試だったんですけれども、はい、CM y もちょっとお伝えしましたが、こちらでございます、今日福島の県立高校の入試に災害に関する問題が出ました、はい、早速、皆さんと一緒に考えてみましょう、これです、難しいかも、地震の揺れが発生するときにできる地下の岩盤に生じるずれをなんというか、漢字2字で答えなさい、私、結構ですね、一瞬考えました、はい、で考えて、まあ、分かったんですけども、正解はこちらでございます。 断層が正解ということなんですよねのはこういういものです、えー、違う2つの方向から力の向きがあるとですねこれ地盤岩盤がずれてしまうということでこの衝撃で地震が発生するんですけれども、はい、実は福島県というのはこのずれがですねこれだけあるんですよ。よ、うん 相馬の辺りにも福島の西の方にも、はい、そして会津地方はですね敦賀城の真下にも断層帯が走ってるんでこの断層帯が動くとですね6強とか震度7の激しい揺れ、はい、単なる揺れじゃないんですよ東日本大震災の揺れとかと違って緊急地震速報間に合わないんですん直下地震だから揺れている時間は短いんだけどドーンと縦揺れでキラーパルスといって建物を倒壊させやすい、はい 揺れこれが断層地震の特徴でございますこういうものが福島県にもいくつか走ってるということを皆さん頭に入れておいてください、えー、今日はですねこういった話も含めまして今日もやりますよ防災のことを教えて斉藤さんオンライン午後7時半から。 大好評で皆さんたくさんアクセスしていただいて、はい、皆さんとですね質問えー、そしてメッセージを交わしながらですねやっておりますのでぜひ皆さん YouTube 福テレのチャンネルアクセスしていただきたいと思いますさあ、えー、皆さんからですねたくさんいただきました季節の便りなんですけれども、うん、これねはい合図ですよあいにも吹きの音が出てきたいやー嬉しい、はい、これ味覚でも感じますよね、うん、長谷川さん好きですか大好きですね大好きですか、はい、でまあこの味覚の春は嬉しいんですけども。 花粉が飛んでるらしく、目が痒く喉が痛いですという古ルドの方、うん、実際にベランダ掃除しようとしていたら、黄色い花粉がもうこんなべったりついてました、<ー>皆さん、症状は大丈夫でしょうか、今日大したことなくても、明日飛びます、はい、おそらく今日の2倍以上はもう確実に飛ぶんじゃないかというふうに見ておりますので、うん、花粉症の方は、ですねしっかりとですね、えー、覚悟と準備をして、明日は出かけていただきたいと思います。そのの他季節の便りなんですが 今日はやっぱり桃の日、はい、ということなのでね、うんえー これは河津桜でしす桃に見えますね一緒にそして豊垣神社のですね、ひな祭りいいですねそして今日は桃の節句娘のひな飾り毎年この時期に飾るようにしていますということなんですが出したばかりという方も多いと思うんですがこういう質問も来ておりますひな人形は早めに片付けた方がいいとよく言われるじゃないですかね。天気の良い日に片付けたいいつが良さそうですかということなんですがさあ春のお天気ローテーションです昨日は強い雨が 降ってましたよね、えー、そしてその後なんですが、今日はちょっと風が残りましたよね、はい、で明日はというと、<ー>こういう感じ、期待できますよ、はい、明日の天気です。 えー、今日この後ですね冬タイヤいつ交換したらいいかという話もしたいと思います、はい、明日は雪は降りませんので安心してください午前中は雲が多め、えー、なんですけれども次第に晴れ間が広がってきて午後はほぼ快晴に近いのかなと思いますね朝結構冷え込みます、はい、放射冷却が効きますので、えー、裏磐台はマイナス9度会、えー、津若松でも氷点下5度と予想しております、えー、そして中通りの北部です、えー、花粉の大量飛散、今日10度未満だったじゃないですか、はい 明日10度以上なんですよ、うん、長谷川さん今日も症状ひどかったですよね、はい、明日はもっとひどくなるいということになります特に明日明後日、えー、今シーズン最初のですねピークを迎えそうそして中通りの南部です、えー、最小湿度が20%台なんですよもう花粉だけでも嫌なんですけども、はい、もう空気も乾燥するでしょうえそして埃も舞うんですよ、はい、だからお肌には本当に良くないんでまあ洗顔とか保湿とか、はいね、しっかりとですね、えー、皆さんしていただきたいと思いますねでも明日は暖かいです 今日以上に暖かくなって、春を感じる一日になると思います。そして、浜通りです、えー。明日はですね、茨城県とか栃木県の杉林から大量に杉が南風に乗って飛んできますので、今日の倍もしかしたら、三倍ぐらいは覚悟しなければいけないかもしれませんね。はい、さあ、こういう質問が来ております。こちらでございます。雪の日が少なくなってきました。はい、そろそろタイヤ交換してもいいものなんでしょうか、うん、ということなんですが。福島市最後に一センチ以上積雪した日。 どれぐらいなのか最も早い日、最も遅い日最も早いのは2月16日終わった、うんはい、最も遅いの4月21日あじゃあまだじゃないまだ平均はというと3月24日が平均なんですが、はい、ちょっとこちらの映像ご覧くださいこれ郡山なんですが長谷川さん、なんて書いてます、うん、日付4月20日4月20日にこれだけ雪が降ってほら、えー、満開の桜にですね雪が積もったことがあったんですよ、うん 今年もね寒気がまだちょっとシベリアありますんで桜の季節まで雪に注意が必要です。ということで最後いつまで冬タイヤにしたらいいのかだいたいですね朝晩凍結することも考えると桜が散る頃まで冬タイヤでいていただきたいと思います。うんはい、それでは週間予報です、えー。この先なんですが金曜日明後日十九度ですよ。 この,この今週一番暖かくて穏やかな日になります、はい、ただ土曜日日曜日は曇ります土曜日の夜から日曜日にかけては冷たい風も吹き荒れそうです一個はこちら青空も基盤で見える花粉症福テレ防災ラボでした